豊橋市駅前大通2丁目33の1にある複合商業ビル。地上10階建て、地下1階建て。旧称はサンマートビル。名湯高ビルの西側にある。JR 名鉄豊橋鉄道豊橋駅東口から徒歩4分。路面電車の豊橋鉄道東田本線駅前大通停留場から徒歩1分。また、地下1階で。 豊橋市駅前大通公共駐車場に直結する。1972年11月、地元の中小,小売り業者によって、ショッピングセンターのサンマートビルが建設された。各テナントは、医療品スーパーの長崎屋。1973年には8階から10階に、ボーリング場、サンマートボールが開業したが、2年後の1975年には、サンマートボールが閉業した。 1977年には各テナントの長崎屋も撤退。1979年には大規模改装を行い、1階から5階までをファッションビルのパセを6階以上には社会保険事務所やカルチャーセンターなどを誘致したが活性化には至らなかった。1981年8月には第三セクターの総合開発機構が所有権を取得し、サンマートビルから 開発ビルに改称した。地下1階は飲食店、1階は商店、2階以上は公的機関などのオフィス、文化施設、資格教室などが入居する複合機能ビルとして運営されている。1982年4月には4階に、豊橋市、駅前窓口センターが、1983年4月には10階に、豊橋市駅前文化ホールが、 1986年6月には4階に愛知県旅券センターが1998年4月には3階に豊橋市国際交流協会が入居した。また、2017年の名誉高ビル取リコワを受け、サーラグループ系チューブガスの画廊、展示スペースが移転、開設されている。豊橋市は、中心市街地の活性化を進めるため、基本計画づくりに取り組み、 開発ビル、名豊かビル、狭間自動広場跡地で、豊橋駅前第2二丁目地区第一種市街地、再開発事業を進めている。事業概要第1回変更によると、地下1階地上24階建ての東棟、20階建ての西島及び東西二棟を結ぶ仮称、町中広場が建設される予定である。開発ビルは、西棟の建設予定地となっており、 東東完成後の2021年8月に取り壊される予定である。詳細は管理会社のサイトを参照。特徴として、豊橋市をはじめ公益性の高い事業者として、国際交流、パスポートの申請、発給や看護、産業振興、ホームの窓口が置かれている。また建築関連の事業者のテナントに、このビルの管理者のほか管理業務の 東海ビルメンテナスグループ関連会社各種検査、審査業務の確認サービス、豊橋支店及び一般財団法人愛知県建築住宅センターが事業所を置く。ありがとうございます。